こんにちは、ナビゲーターの佐藤美希です。皆さん、秋ですよ。秋といえば芸術の秋。こちら横浜市民ギャラリーあざみ野では、現在秋恒例の現代アートの展覧会が開催中です。5人のアーティストによるグループ展、あさって月曜日までです。この連休中にぜひ現代アートの奥深さ、魅力をたっぷり楽しんでくださいね、佐藤さん。はい、お、作品の感想ですか。そうですよね。というわけで、今回は絵画だけでなく、さまざまな芸術を楽しめる横浜のとびきりアートスポットをナビゲートします。あの印象派の巨匠たち、ルノワールにモネ、ルソーが横浜にやってきた。これは必見。カメラ、写真の歴史がわかる世界的に貴重なコレクション。160年前の写真とは一体。あの場所に芸術作品が。現代アートってとっても楽しい。わあ、もう聞いたことない音。夏に行われた第54回日本海洋少年団全国大会で4年ぶりに総合優勝を果たした横浜海洋少年団が、林文子横浜市長を表敬訪問しました。この大会には日本をはじめ各国から47団641名が参加し、手旗やロープなどの競技が行われました。ベンチャー企業の支援事業の拠点として浴槽ボックスが館内にオープン。その開所式が行われ、林市長によるテープカットが行われました。この施設では、新たなビジネスにチャレンジする起業家やベンチャー企業を対象に、成長支援のプログラムや専門家による個別相談が受けられます。浜ナビ、今回は横浜で楽しめるアートスポットをナビゲート。さあ、横浜でアートといえば、まずはこちらでしょう。開館30周年のご存知、横浜美術館です。横浜美術館は、美術品およそ1万2000点を所蔵する国内でも有数の規模を誇る美術館。いや、本当に横浜市民に親しまれてきた美術館ですよね。そうですね。今はどんな展示を行っているんですか？現在は、企画展とコレクション展、2つの展覧会を行っております。早速案内いただいてもいいですか？はい、お願いいたします。まずはコレクション展から見ていきましょう。今回は東西交流160年の初創ということをテーマに掲げております。横浜が開港して今年で160年ということで、その明治期から現在までの日本と海外の美術交流がどのようなものだったかということを取り上げております。もう一つの展示はどのようなものなんですか？はい、では企画展の学芸員にバトンタッチをいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どのような展示なんでしょう？はい、続きまして、横浜美術館開館30周年を記念して開催しておりますオランジュリー美術館コレクション、ルノワールとパリに恋した12人の画家たち展をご紹介いたします。ルノワールですか？はい、まとまってこのコレクションが紹介されるのは21年ぶりとなります。それは貴重ですね。はい、ではまずはどの画家から？はい、まずは光り輝く色彩で風景を描きとどめた巨匠の作品をご紹介したいと思います。誰でしょう？お願いします。あ、クロード・モネですね。モネなら私も知ってます。こちらはクロード・モネが1875年に描いたアルジャントゥイユという作品です。
で1875年というのは印象派が活動を始めて、まあ、間もなくの時に描かれたものなんですけれども、モネが印象派らしく原色を使った大変鮮やかな色彩で、このきらめく源、それから空気の光の輝きというのがこの作品の大きな特徴となります。さあ片田さん、次の画家は？はい、次は流れるような筆致で生きる喜びを描いたことで知られる画家をご紹介したいと思います。生きる喜びですか。はい、見てみましょうか。はい、あ、わかった、ルノアールですね。はい、そうです。こちらは1892年にルノワールが描いたピアノを弾く少女たちです。印象派を通過した画家らしく、大変みずみずしい筆致で描かれています。そして少女の肌ですとか顔つき、それから手元というのにピントが合っていまして、まるでスナップショットで撮ったような一枚になっております。すごく柔らかい、ね、タッチですけれども、ちょっとこの少女の声が聞こえてきそうな絵ですよね。はい、次の画家はこちらもファンが多いというアンリ・ルソー。また先ほどのルノワールとは全然違った画風ですけれども、ちょっとこう不思議な感じがしますね。はい、ルソーは素朴派の画家として知られていまして、ピカソにも影響を与えた画家です。あのピカソに。はい、ルソーは日曜画家でもありまして、正当な美術の教育を受けずに、独学で学んだことが知られていまして、全体としては大変非合理的な空間というのが書かれています。それまでの西洋の画法と全く違う点というのが、ピカソにも新しい絵画の可能性というのを感じさせたようです。あ、そこにピカソを影響を与えたんですね。はい、企画展ではこの他にローランさんやモディリアーニなど当時パリで活躍した画家たちの作品も楽しめます。いや、これだけ世界的に有名な画家たちの作品を一度に見られるのも貴重ですし、本当にゆっくりと鑑賞できました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、30周年を迎えた美術館ですが、今どのような思いですか？はい、今回30周年という特別な機会に際しまして、コレクション展、企画展ともに珠玉の作品群をご紹介しております。1月13日までどちらも会期が長いので、ぜひ多くの皆さんにお越しいただきたいと思っております。美術館のショップでは30周年記念のカレンダーやワインも取り扱っています。お土産や記念にいかがですか？世界の巨匠たちの作品、この機会にぜひ。観覧料はコレクション展と異なります。ご注意ください。さあ、横浜発祥のものはいろいろありますが、横浜は日本の商業写真発祥の地でもあるんです。横浜アート探訪、続いてはカメラと写真です。やってきたのは、オープニングでも紹介した横浜市民ギャラリーあざみ野。さあ、どのような展示なのでしょうか？また来てしまったんですけれども、というのもこちら現代アートの展示だけではなくて、カメラの展示もされているっていうふうに伺ったんですが。はい、実は当館の収蔵庫には横浜市が所蔵するカメラ写真コレクションを収蔵しています。横浜が日本における写真発祥の地の一つという歴史的背景を踏まえて、横浜市が平成5、6年に取得したコレクションで、通常は毎年2月に展覧会をやっていて、年間を通じた公開というのはないんですが、本日は特別に一部ご紹介させていただきます。よろしいんですか？ぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、普段は絶対に入ることができない収蔵庫に移動してきましたが、こちらに貴重なコレクションの一部並べていただきました、はい、早速教えていただけますか？はい、ここには19世紀から20世紀までの、いくつかの収蔵品を、ご紹介させていただきます。で、まずこちらなんですが、写真が発明されたのが1839年なんですけれども、その時に最初に公表された写真技術がこちらのダゲレオタイプという写真技術になるんですね。写真の発明、それは
人々が待ちに待った歴史的瞬間。1839年に誕生したダゲレオタイプのカメラは、撮影に数十秒かかることもあり、シャッターではなくキャップの開閉で撮影を行っていました。そのダゲレオタイプで撮った貴重な写真がこちら。なんと160年前の写真。かなり高精細なのがご覧いただけるかと思います。本当このレースの模様とかすごいですね。はい、これはピカピカに磨いた銀板に撮影した写真技法で、紙ではない金属板に直接写すので、複製ができない一点物なんですね。やがて写真は急速に世界に広まり、人々の生活の中に深く関わるようになっていきます。で、こちらがちょっと、はい、変わっているんですけれども、4つのレンズがついたカメラになります。本当だ、はい、縦に4つ並んでますね。そうなんです。一度に、4枚撮れるから、はい、みんなでワイワイ写真を撮って、それをその場で切り分けて、あとは交換ごっこをしたりとか、プリクラみたいな、写真の楽しみ方がを当時から、昔の人たちはしていたんですね。当時の人たち楽しく撮影してたんだなっていうところは、今とも通じるところがありますよね。そうですね、やはり写真をどう使うか、あとはどういったものを撮るかっていうのを、本当に写真が生まれた時代からいろいろな人がそれを探求していて、例えば、今でいうドローンで撮影した写真であったりとか、まあ、GoPro みたいなものとか、そういう試みは写真の初期から行われていたんです。そうなんです。例えばカメラを装着して移動しながら撮影するという手法ですが、すでに自転車に装着するカメラというものが当時作られていたんです。この自転車カメラもこちらの収蔵庫に大切に保管されています。そしてまだ飛行機が一般的でない時代に、なんと航空写真を試みた人もいたんです。あるものにちょっとカメラをつけて、撮るという試みがあったんですが、何につけて撮ったと思いますか。なんか飛ばす、そうですね、ボールとか。ボールではない、飛ばすものではあります。何ですか。はい、実は、電書鳩の体に、カメラを、つけて、それはタイマーのついた、カメラなんですが、なかなかうまくいかなかったようです。そうだったんだ、はい、面白いですね、はい、今でも私たちスマホで写真を撮って、インスタに上げたりとか、そういうことをやってますよね。あるいは友達とプリクラ撮りに行ったりする方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういうその写真との欲求っていうのは、本当に写真が生まれた頃から変わらないんだなというのが、コレクションを見ているとすごくよくわかります。じゃあ楽しむ気持ちっていうのは本当に変わらないんですね。はい、また年に1回コレクション展開催してますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。年に一度のカメラ写真の歴史が楽しめるコレクション展、興味のある方はぜひあざみ野へ。横浜は芸術家やクリエイターの活動も支援しているんです。横浜アート探訪、次は現代アートです。早速行ってみましょう。さあ、みなとみらい線の新高島駅にやってきました。こちらに横浜の現代アートの発信地があるということなんですが、こちらですかね。あ、すごい、こんなところに広いスペースがありますよ。こちらはバンカートステーションという施設。駅の使われていなかった空間を利用し、作品の展示やイベント、スクールなどアートのために広く活用されているんです。そこにはどのような思いが込められているのでしょうか。横浜市の推進したプロジェクトなんですが、基本的にアートを街の中に挿入することによって、少しこう元気のなくなった旧市街地の方ですね、元気にしていく、活性化していこうというのは最初の目的ですね。
この館を運営すること以外にアーティスト誘致っていうのも、あるいはクリエイター誘致って言ってるんですが、たくさんやってます。歴史的建造物や使われていないスペースなどを活用しながらアーティストを支援することで、町に新しい価値や魅力を生み出す取り組みを進めているんです。関内地区とかだと今1000人ぐらいのアーティストクリエイターがもう活動を続けています。本当に町と一緒に共に歩きながら共に元気よくなっていくということが目的ですね。いや、こうやって広々としたスペースでゆっくり見られるのはいいですね。あれ、なんか音がしましたよ。あ、準備されている方がいらっしゃいます。こんにちは。こんにちは。これ今何されてたんですか？音が鳴る作品をちょっと実験中です。あ、これ作品なんですね。はい、このドラム缶です。ドラム缶、あ、こう音を鳴らす感じ？ちょっと違うんです。見てください。あ、よいしょ、見せていただけるんですね。どうすいません。あ、え、持ち上げて？ドラム缶を台に乗せゴムボールをつけるようですが、果たして？ちょっと電気を入れます。あ、動き出した。あ、なんか不思議な音が。これどうやって音が鳴って、ドラム缶の底をスーパーボールでこすって音を出してます。ここ、はい、しかもスーパーボールで、はい、ちょっと触ってみてください。ドラム缶のボールを、ボール、はい、あ、触れてる。そこが振動してます。そういう原理なんですね、はい。思わず引き込まれる不思議な音を響かせている西原さんの作品。何か音楽のようにも聞こえてくるのが不思議。西原さん、音をテーマにした作品を作る横浜在住のアーティスト。これまでにも数多くの芸術作品を発表してきました。なんだろう、落ち着くような、でもこう戦の前みたいな、こう燃え上がってくるような、はい、そのようにこういろんな想像を膨らましてもらったり、もうあれこれ考えてもらって、で好きなように考えてもらえたらと思いますね。いや、本当に現代アートって表現の仕方って自由なんですね。そうですね、そんな西原さんのアトリエを見学させてもらうことに。こちらです。あ、こちらですか。はい、失礼します。うわー、ちょっとこの室内のギャップが、はい、すごいいろいろなものを見てありますね、はい、なんか秘密基地みたい。そうですねもう一つ一つたくさんの作品が、はい、もうこのアトリエにあるわけですね。本当は売れていったらいいんですけど西原さん、ここからテンションアップ。でこれはラッパです。ラッパ、横浜風。横浜風これをお見せしたいんですけれども、はい、あ、何でしょう、何でしょう。ちょっと待ってください。これ押すんですね、はい、じゃあまず1号お願いします。いいんです、はい、もうなんか気になるものたくさんついてるんですけど、ひとまず押してみます。はい、あ、全部音が鳴ってるの分かります。わいや、面白い。これらは決して子供向けではなく、大人も楽しめるというのが作品へのこだわり。自由に触って音を出し感じてもらうのが狙いなんだそう。やっぱりアート作品ですから、ちょっとこう触れるのも、ああ、
なんでしょう、躊躇してしまうというか、はい、そうですね、多分今日本にある美術館というのは西洋の価値観に基づいてる、根ざしてるんじゃないかなと思います、うん、もうちょっと美術の捉え方が違うんじゃないかなと思って、でそれは生活に根ざしてて、で誰もがもう朝起きたら笛吹いたらいいし、それにご飯食べながら太鼓叩いてもいいかもしれない、みんながもっと身近に思えるような美術があっていいんじゃないかなといつも思ってます。それで私たちもこうやって押していいよって気軽におっしゃってくださるんですね、はいはい、もう一個あります。どんどん出てきますね。どんどんありますからね。あよっしゃ、大丈夫ですそんなサウンドアーティストの西原さんに横浜への思いを伺いました。僕は結婚を機に横浜に転入したんですけれども、その時義理の母が3日住めば浜っ子って言ってくれていい言葉それでその時そういった開放的な街であるっていうことがきっといいだろうなと思って、それで歴史を見ればでいろんな国の人たちがいろんな文化を持ってきてますよね。そこからとてもインスピレーションを受けてると思います。本当に横浜ってこう西原さんアーティストの方にとっても刺激的な街なんだなということを感じました、はい、本当にそう思います、はい、これからも素敵な作品楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最後に先ほど紹介できなかった西原さん渾身の作品をどうぞ。西原さん、これからも楽しいアート期待しています。先ほどご紹介した横浜美術館の中のカフェにやってきました。こちらでは企画展に合わせた期間限定メニューがあるんです。それがこちらです。いやおしゃれですよね。恋するオランジュリーラテです。いただきます。とってもまろやかなラテです。でオランジュリーってフランス語でオレンジという意味だそうなんですが、このオレンジピールの爽やかな酸味がとってもアクセントになっていますよ。いつも番組へのメールやおはがきありがとうございます。はがきでは戸塚区の西島さん、それから群馬県からは小沢さんからいただいています。たくさんいただきました。そしてメールもですね、金沢区の高清水さん、南区の丸森さんとお読みするのでしょうか、青葉区の新井さん、皆さん本当にありがとうございます。さあここで情報募集です。今月30日に我らの横浜中華街を浜ナビで大特集しちゃいます。150年の歴史を誇る東洋一のチャイナタウン横浜中華街、中国料理店だけでなんと200店舗以上あるんです。そんな横浜中華街を大特集、ただいま絶賛リサーチ中。皆さんからのディープな情報お待ちしてます。さて今回は横浜のアートを探訪してきましたが、いかがでしたか。私も普段はなかなか芸術に触れる機会がなかったので、今回はたくさん刺激をもらいました。芸術というとちょっと身構えたり格式高いものなのかなと思いがちですが、実はとても自由で、そして知識がなくても楽しめるものもたくさんあるんだなということを実感しました。今回紹介できませんでしたが、他にも横浜にはたくさんのアートスポットがあるんです。芸術の秋、皆さんも横浜のアートを楽しんでお気に入りの作品を見つけてみてはいかがでしょうか。作品の感想、これですよね。
ええー